はい、おこんばんはオーラゴさんチャンネルですということで制作は進みました何これ <laughs> みたいな何これどうなのこれみたいなとりあえず第一に立ちましたショートでも出そうかな やばかっこよくないっすかやばかっこよくないですかもうね、パーツ数がやばい。マジで箱があんだけでかかったじゃないですか。あのー、今日、割と早めに帰ってきてみっちり今までやったんですけど、片足と片腕作ってな、ケツのこのスカート作って、<laughs> なんかね、 PG クラスですね <laughs> pg クラス <laughs> 部品数とあの手間がで腕はね二重関節になってますねほら二重関節になってます <laughs> 足は膝がこれだけなのですけど足首がグイッといくんで結構なんつうんですかね膝の代わりに足首がいけるから結構アグレッシブなポージングできると思いますね。 うん、まだちゃんとはめ込んでないんですけど、あのさ、ガチではめ込んじゃうと結構硬いんで、ああー、ま、間違えたとか、ああ、忘れてたとか、なるともう、えらいことになるんで。<laughs> で、ポキポキ感っていうのすぐ折れちゃったりとか、そういうのは今んとこないっすね。がっつりこういうプライヤーで、 はめ込んだりしてますけど結構柔軟性のあるプラスチックでちょっとこれはさやばくやばくないですかこの可動？うんどんだけ出るのこれすごくないですか俺これもう稼なくても固定でもいいと思ってたぐらいなんで いやいやいやナイチンゲールっていうとちょっとさ可動を諦めなきゃいけない感じだったんですけどこれはなかなかやっちゃってくれてますねとりあえず足が片方できてもう足組むだけでも1時間以上かかってますよね素組みなのに足組んで なんか PG 的ななな部品数なんんすよねなんかまあとりあえず腕ぐらい今日やらなきゃなあと片方だけでいいからってまだこれでプロペラントタンクがついて5本プロペラントタンクがついてあの ナイチンゲールのお約束の肩バインダーがこっからファンネルラックっつうんですかあとバーニアがでかいからもうこの下のバーニアも半端じゃないしなんかもうこれも骨組みだけ作ってねあまりにもなんか工程が多すぎたから途中で腕に移行したんですけどこれ内部ギミックとかもすんげえ凝ってんすよねで色分けされてんでしょ mg、うん、ちょっとこれは俺かなり気に入っちゃうかもしんないですね本家よりどうすかピッポさんこれ絶対やばいっすよちょっとなんかもう高騰してきてるからもう一個注文しとこうかなとりあえず初見ってやっぱちょっと失敗するじゃないですかいろいろ。 うんこれはよくできてるな中国さんもこの軍事じゃなくてこういう方にどんどんやってってほしいですね全世界から認められる ように頑張ってほしいです、ね、国民中国国民は悪くないですからね政治とかであのどこどこの国がダメだとかよくなるけど国民は悪くないですからねかわいそうっすよ本当と,ということでこの辺かな もうランナー数がもうほんとやばいでもねランナー迷子バンダイさんのってたまにこうランナーあっちょこっち,ゃちょっちこっち移動させられて <laughs> ランナー迷子になるじゃないですかこちらの商品はね割とこう一点集中でこう2枚3枚のランナーをガーッとこう使う感じでランナー迷子にならないような 親切さを感じましたナイチンゲールって後頭部がちょっと長いからあれなんですけどこれ短縮されてるんで後頭部が短縮された分この辺でごまかしてるんで、まあ、ありっすよ ちょっちとこれもうほんと完成が楽しみですね足がかっこいいなんつってもメーカーオタクにはたまんないですよまだいたずらできるところがたくさんあるんで盛りたくさんですよクイーンマンサーの要素もちょっと入ってる感じがしてそそりますね俺的には <coughs> ちょっとなんかさ最近なんとか第3は <laughs> 腐敗してきてる感じがするんで <laughs> いいと思いますということでこの辺にしとこうかなもう寝ないと。 また明日頑張ってこう左右腕も作ってスカートも作ってとかやっていきます <laughs> また遊びに来てくださいジャイアントビビーちゃんでーすみたいな <laughs> ジャイアントビビーちゃんが気に入ってますかなりということで以上